皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回紹介する人物は、太平洋戦争で対アメリカ戦を指揮した、連合艦隊司令長官山本五十六について、紹介するぜ。お楽しみだぜ。それでは紹介していくぜ。ゆっくりしていってね。山本は1884年4月4日、新潟県の長岡で、長岡藩士、高野定吉の六男として、生まれた後、山本家を継いだんだ。ここで名字が山本になったんだね。そして、海軍兵学校を32期生で卒業し、日露戦争では、日本海海戦で負傷してしまう。その後は、海軍大学校を卒業し、アメリカに留学した。お山本五十六も留学経験があるんだ。そして、海軍大学校教官や、霞ヶ浦海軍航空隊副長兼教官などを歴任。その後は、アメリカ駐在武官を務め、ロンドン軍縮会議の随員も務めた。そのため、海外事情に詳しかったみたいだぜ。それはいいことだね。1929年のロンドン軍縮会議では、日本全権随員を務めたんだぜ。すごいぞ。その後、海軍航空技術部長、第一航空戦隊司令官、海軍航空本部長などになり、海軍の航空分野で力を発揮したんだ。海軍航空本部技術長の時には航空工業の再編強化や、部品の国産化、海外の新技術の吸収に力を入れたんだぜ。1937年、与内海軍大臣の海軍次官となり、日独伊三国同盟に反対。そして、1939年に連合艦隊司令長官になったんだぜ。翌年海軍大将に昇進したんだ。しかし、同じ年、反対していた、日独伊三国同盟が調印されてしまったんだ。その時期にバスに乗り遅れるなというスローガンが、流行していたみたいだ。ああ、三国同盟の影響もあり、日米関係はさらに悪化し、戦争になりそうだった時、彼は、長期戦ではアメリカに勝ち目がないと判断し、短期決戦を行うことを考えたんだ。国力の差などからそう判断したのかもな。そして、山本大将はアメリカと、戦争することは反対していたんだ。ああ、そして太平洋戦争が始まった攻撃である、真珠湾攻撃を計画、実行したぜ。山本大将は海戦をアメリカ相手に、先手攻撃を積極的に実行したぜ。しかし、授業でも習う有名なミッドウェー海戦で、大敗してしまったんだ。アメリカに暗号がバレていたみたいだぜ。アメリカはすごいな。それに関して言えば、戦争中日本軍も、アメリカ軍の無線を傍受して、上手な英語で、話していたこともあったみたいだぞ。そうなのか？日本もすごいな。ああ、話を戻すが、1943年4月、一式立功で前線の作戦指導に行く途中、アメリカ軍の P-38 という戦闘機の、待ち伏せ攻撃に遭い、ソロモン諸島のブーゲンビル島上空で戦死してしまった。死後は、元帥になって、国葬が行われたみたいだ。山本大将が生きていたら、戦争に勝っていたのかな？歴史にたらればはないが少なくとも、今とは違う結果だっただろうね。山本五十六のお墓は東京の多摩霊園にあるみたいだぜ。また、山本五十六の名言である。やってみせ、言って聞かせ、させてみせ。褒めてやらねば、人は動かじ。などは有名だぜ。山本五十六の名言はいいものばかりだよな。今回の動画はここまで。この動画が良かったらグッドボタンと、チャンネル登録お願いします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。